八神さん。天沢。ああ。ありがとうございます。よろしく。なあ。なんだって？実は。そう。なあ。実は。なんだって？マジで？ですが、わかった。はい。八神さん。ああ。ありがとうございます。ええ。そう。
八神さん。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。その視点はなかったです。一緒に行きます。ちょっと待ってください。にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐ。はじめまして。どうも。え？ああ？八神です。すみませんでした。ええ、ええ、はあ、天沢。あ、まさか。ですが、あの、実は、ええ、なあ。天沢。ええ。うん。マジかよ。実は。なんだって？なあ。
天沢。ええ。あの、お願いします。え？はい。ありがとうございます。あの、あの、お、はじめまして。はあ、いや、え？八神さん。ああ。八神さん。マジで？まさか。ええ。ああ。察するに。ああ。
これは。お。ということは。ああ。あの。え？ああ。わかった。ええ。え？ああ。いや。勝負です、八神さん。よろしく。厳しいですね。そんなもんか。あれ？決める。
よし、少しは手加減しろよ。練習が足りないのでは。くそ、天沢。あ、え、察するに。なるほど。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにしてます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくはないですね。真実から目を背けていいのか？受験という真実から。もうやめて。やれやれ。行かれますか？飛ばす。なあ、なあ。はい。はい。
へえ。実は。ですが。へえ。うん？なあ。は？実は。ん？え？ええ。あの。はい。なるほど。おい。ん？あ。八神さん。おい。ちょっと。ああ。天沢。おい。ああ。ふん。八神さん。察するに。ああ。ええ。八神さん。
これは。お。え？なんだ。あ。ということは。なんだって？察するに。ええ。なるほど。つまり。まさか。まさか。まさか。ですが、なあ、天沢。察するに。なるほど。ということは。要するに。つまり。
察するに。ああ。ああ天沢。ええ。ああうん。